本日の愛車チェック4人目の方でございます。山本です。山本さんですか、はい、山本さんめちゃめちゃスタイルが、いやめちゃくちゃ恥ずかしい。かっこいい。いやそんなことないですけど山本さんは実はあの、はい、有名な洗車のお店のラバッチョの方でいらっしゃるということで、山ちゃんさんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、シンプルな白のスペシャライズだということで、はい、これはターマックになられるんですね。はい、ああなるほど、白と黒で統一していらっしゃるということ。じゃあ上の方から行かせていただきます。サイクルコンピューターはレザインがついていらっしゃってと、はい、アルテグラのブレーキですね。はい、これ、ホイールはどちらのですか？デミホイールで、ほうほう、ナローリム、今ワイドリムって流行ってるんですけど、幅が細めで、ほうほうほう、23ついてるんですよ。23がこれなんですね。そうなんですよ。だいぶ細い感じですね。6月に富士ヒルっていうのに出るんですけど、富士ヒル、はいはい。するためにあ、それで今、23で行くと。はあ、やっぱり随分軽くなった印象になりますか？そうですね、この前25を使ってたんですけど、ほうほう、やっぱり坂登るんやったら23。23の方が、ああ、そうなんですね。はあ、なるほど、それはちょっと興味深いお話ですね。はい、で、タイヤ P0 が入っていらっしゃってと、はい、そろそろ交換なんですけど。あ、交換の時期ですか。そうですか、そうですか。アルテグラが入っていらっしゃって、はい、これは、前のクランクだけ6800ですね。あ、6800のシリーズで、50の34と。そうです。いうことですね。これはちょっと変える予定なんで、今これとりあえずつけてるんですけど。これは何に変えられる感じなんですか？170っていうちょっと短くしようかなと。短めで165にしようかなと思って。ほう、そうなんですね。前のバイクのやつを。ほうほうほう。持ってきてるんです。はあ、なるほどなるほど。で後ろの方は28ですか、はい、男前ギアですね。いやこれね、アガルタっていうところの、ほうほう、あのハンドメイドで作ってるサドルバッグ。ああ、そうなんですね。めっちゃ可愛くて。可愛いですね。そうなんですよ。ちょっとなんか加工しててちょっとヴィンテージっぽく。はあ、そんな感じですね。使ってるとだんだん味が出てくる。出てくる感じですか。サドルはこれはシマノです。あ、シマノであるんですね。はい。ああ、割とここが大きく。開いていらっしゃる感じですね。穴開きサドルで、ちょっと広めの、ショートノーズの。ショートノーズの感じでいらっしゃるんですね。はい、一番気に入っていらっしゃるところはどの辺でしょうね。一番気に入っているのはね、最近入れたんですけど、これです。あ、これは何ですか、これは。これね、ハンドルバッグなんですけど、ほうほう、タソワークスショップっていう。タソワークスショップさん。はいはい。京都の、女性が一人でやってるんですけど、裁縫得意な方が、ほう、これを何が入ってらっしゃるんですか。ほうほう、ほんと財布と携帯だけ入ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。あ、いいんですか。背中に入れるんですけど、ほうほう、汗で画面濡れたりとかしますもんね。しますよね。ほうほうほう。それでこう、ここに入れてすぐ取り出せるっていう鍵とか。なるほどなるほど。あとはたまにここには補給食入れたりをして、はい、ちょっとすぐ食べれる。取り出しやすいですもんね。そうなんです。ちなみに一番気に入ってらっしゃるところはどの辺でしょうね。自転車変わるんですよ、次。あ、次何に行かれるんですか。オーダーメイドの黒森になるんですけど。黒森に行かれるんですか。出来上がって今塗装に次移すんですけど。ほうほう。色もまだ考えてなくて。考え中。物だけあるんですけど。フォークとフレームだけ。会社さん。エフタープロトンさんっていう大阪のビルダーさんなんですけど。緑でされてる。あ、ちょっとマニアックな。そうなんですよ。けど富士ヒルとか出られる方がその黒森の方に行かれた理由は何かあるんですか？ああ、もうそうですね、その自転車を結構自転車好きで、ほうほう、台数あるんですけども、何台かあって、そうです、ほうほう、エフタープロトンはそのラバッチョができて、ほうほう、ちょっと1周年になるんですけど、なるほどなるほど、その記念にちょっと思い出に残るようにずっと乗れる素材で。黒森は長く乗れそうな感じですもんね。なるほどなるほど。さすがラバッチョさんなんで、綺麗に仕上がってる感じですね。いやいや、めっちゃ綺麗ですね。これね、わざと今汚してて。汚してた、そうなんですか。月曜日にちょっと研修があるんですけど。そうなんですか。はい、そのショップさんに教えるために、ちょっと汚しに来ました、今日は。あ、そうですか。はい、ということで、若干汚れていらっしゃると。だいぶ汚れてます。はははは、ください。これまた簡単に綺麗にされるんでしょうね。はい、そうです、そうです。はい。じゃあ、すいません、素敵なバイクのご紹介、ありがとうございました。すいません。ケイデンスさんで、とっても美味しいバーガーをいただきました。ごちそうさまでございました。でお店に来ていただいたロディさんの素敵なバイクをご紹介 OK ということでお話いただきましたので、よろしくどうぞお願いいたします。白井さんはロードバイク歴何年ぐらいでいらっしゃいますか？一度ちょっと期間空いたんですけど、ほうほう、3年か4年ぐらい。こ
このロードバイクは何年ぐらいですか乗られて。去年の。あ、去年の9月納車。デロザのアイドルでギアはアルテグラがついていらっしゃって、はいはい、私のと違って全く傷がなく綺麗に乗ってらっしゃいますね。はい、まだ大丈夫だ。大丈夫ですね。ああ素晴らしい素晴らしい。でちょっと気になったのこれなんか可愛らしいですね。音を一生懸命聞いて選びました。ちょっと鳴らしていただいてもよろしゅうございますか。はい、ああ可愛らしい感じですね。ホイールがシンプルな、はい、ちょっとリムハウトが高い。これどちらのホイールでいらっしゃるんですか。個人でやってらっしゃる。やってはる方に。ほう。あのハブ持ち込んで組んでもらったんです。特徴は何かあったりしますかこれは。できる限りシンプルにって。ああそうですよね。ここも黒でシンプルで、ああ38ぐらいですかねこれは。36ですか。ああなるほどなるほど。タイヤは IRC 井上タイヤさんというやつなんですね。はい、ああ28が入っていらっしゃる。エローさんやっぱこういうハートが可愛らしいですよね。これにドキュンと行かれましたか。はい、ああ憧れてもう20年30年経ってるんで。そうですかそうですか。やっとここにたどり着いたということですね。白と青がね中に入ってて、そのハブをなんかこう入手されたと。インダストリー9、はい、ほうほうほう。ギアは前は50の34ということで、はい、後ろの方はこうちっちゃめの感じがしますね。これねあのジュニア入ってて、ジュニア14の28。はあちょっと特徴的な感じですね。サドルはこれどちらのやつでいらっしゃいますか。サンマルコ。サンマルコと。こ軽そうですねかなり。ちょっとお触りしてもよろしゅうございますか。はいはあ、はあ、すいません。いえ削れてますね。いや、ちょっとあの痛々しい感じもございますね。はいはい。これ固めですけどそんなお尻は全然乗り方で、はい、はー薄いですね。薄いですね。軽そうですね。はー、ちなみに、はい、一番気に入ってるところはどの辺でしょうね。気に入ってるとこ、はい、フレームです。あフレームがやっぱり一番気に入ってらっしゃってデローさん。差し支えなければですけど、はい、おいくら万円ぐらいかかってらっしゃる感じでございましょうか。60以上70未満。ああそうですか。気合の入ったロードバイクでございますね。素敵なバイクのご紹介でした。じゃあ白井さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。すいませんお願いした。